慶応閣競輪場は東京都調布市にある競輪場。通称は東京オーバル慶応閣。施設所有は株式会社慶応閣。主催は東京都11市競輪事業組合。競技実施は夜間東日本地区本部関東支部。レース実況は玉川電機で担当は岩井健一。本校では2014年3月30日より、 城内に開設される、地方競馬の場外勝ち馬投票券発売所である、オフト京王角についても記述する。京王角競輪場は1949年9月24日に開設された。もともと敷地は、旧京王電気機動が開設した遊園地、京王角であったが、終戦直後に、当時の東京急行電鉄が、京王角の敷地の一部を売却し、 競輪場が開設された。この経緯により、かつて記念競輪の優勝者には、当時の京王帝都電鉄より、トロフィーが贈呈されていた。1953年6月16日第9、競争にて、一着に入った選手を走路妨害で、失格処分としたところ、不満を感じた、観客約400人が走路へなだれ込み審判長に、対し殴る蹴るの暴行に及んだ。 駆けつけた警察の介入により、観客4人が暴行、器物損壊の疑いで逮捕された。解説から、かつての後楽園競輪場に次ぐ都心からの利便性があったことから常にファンで賑わい、1972年1月3日には、1日の入場者数としては、史上最高の7万2657人を記録した。 近年まで入場者数の多さにもかかわらず、施設面では、全時代的な雰囲気を漂わせていたことで知られていたが、21世紀に入り場内スタンドの大規模な改修が行われ、その直後の2001年に、GII の共同通信社ーリ輪が開催された。その後は2003年、2006年、2009年、2012年、2015年に、経輪グランプリが、 2013年にオールスター競輪が2015年2017年2021年には日本選手権競輪がそれぞれ開催された他にも2015年には日韓対抗戦競輪を開催している記念競輪の名称はゴールドカップレースで2018年までの開催2日目のシード優秀競争は競輪場の通称にちなんで 東京オーバルショーの名称で行われていた。毎年10月に開催されるのが通例となっている。なお、2009年は6月、2010年は7月に時期を移動して開催されていたが2011年は再び10月に戻っての開催となり、2012年度は2013年1月、2015年度は11月から12月、2018年度は5月の、 開催となった。2002年10月29日からは、ナイター競争を東京ミリオンナイトレースとして実施している。そして2004年7月からは、A 級ツイントーナメントを前半が、11カップ後半が、オーバルカップの名称で実施していたが2005年6月24日をもって終了した。トータリゼータシステムは、富士通フロンテックを採用している。 1991年9月に全国の競輪場で初めてマークシート方式を導入した。なお2009年11月16日より、シベカツ式投票にあたる K-Dreams の発売を開始したが、この時にセガサミーホールディングスの子会社であるサミーネットワークスが競輪タウンという独自の投票サイトを立ち上げている。CS 中継の制作は、 玉川電機が担当している。現在のメイン MC は中田真美が主に担当しているが、中田が担当できない場合は、江藤美紀や津田美奈子が担当している。解説は、女田茂を、山口健二、五冠新一が担当することが多い。CS 放送は、YouTube ライブで、サイマル配信を行っている。また、2021年6月からは、 CS 中継とは別に YouTube ライブで独自配信を開始した。かつてマスコットキャラクターとして怪獣をモチーフとしたジャン・フト氏がいたが現在は使われていない。一周400メートル。緩和曲線は真っ向ーネる。癖がなく直線の長さも標準的なバンクだが、カントが若干緩く全速で外側に膨れる傾向があり、並走時にはインガワゆり。 バックスタンド裏は道路を挟んで玉川の河川敷となっているため、風が強い時は城内へ吹き込む影響がある。ただし地理的に内陸部のため常に風が吹くようなことはない。大画面映像装置は1センターに設置されている。なお、以前は500型相当のスクリーンが使用されていたが、2015年10月19日の開催から完全デジタル化に伴い、 約3 2 9の1100型スクリーンが使用開始された。2014年3月30日よりバックスタンド3階を改装し、地方競馬の会員正常外勝馬投票権発売所オフと慶応格を開設した。発売されるレースは、大井競馬場を中心とした南関東公営競馬4馬と、その他の地方競馬の一部レースが対象となる。 競輪場内に競馬の場外馬券売り場が設置されるのは国内初。なお、施設は会員制となり、入場には入会金1000円と登録が必要となる。年会費は無料で無期限有効。オフと競応格が開設されて以降、競輪開催時にバックスタンドが使われているのは特別競輪開催時のみになっている。ありがとうございます。